こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。今日は、大江健三郎さんがね、亡くなったんで、まあ、この僕にとって大江健三郎というのは懐かしい年への手紙なんですけど、まあ大江健三郎というね、巨大なこの山脈のような一つの文学体系というのがあるわけなんですけど、まあ、全ての人が大江健三郎を全集のように全部こう全体を把握するように、この大江健三郎という山脈をの全体像を把握できしながら読書するとは限らないですね。全部が分からなかったら、読書体験にならないのか。まあ、僕が言う文学するという読書体験、まあ、単に読むんじゃなくて文学するっていうね、そういう読書体験は全部を読まないと成り立たないのかっていうと、まあ大江健三郎ほどの作家になるとそんなことはなくて、例えばまあゲーテとかトルストイとかドストエフスキーとか全部読まなくてもですね、例えばドストエフスキーだったら罪と罰だけ読んだってすごいし、トルストイだったら、まあ、戦争と平和だけ読んでもすごいし、ゲーテだったらね、イタリア紀行を読むだけでもすごい作家だなっていうね。まあ、そんな感じがあると思うんですよ。まあ、バルザックでもね、人間喜劇全部読む人ってそうそういないと思います。さあ、そういうですね、たくさんエクスキューズを言って何を言いたいかというとですね、私は大江健三郎をそんなに読んでないんですね。ですから、大江健三郎が、亡くなったからといってですね、大江文学の全貌を語るみたいなことはできないんです。できないんですけど、僕にとって、この大江健三郎のこの、懐かしい年への手紙を中心に、万延元年のフットボール、そしてこの懐かしい年への手紙を軸に、この中にも出てくる山川平三郎役のダンテの新曲、そして、この中にも出てくる、これは何かというと、イエーツの詩集ですね。我が父祖が佳境と呼びし谷間より出て行くことはないものと幼い心に誓ったものを、みたいな詩がありましたけどね。まあそういうアンダーサタンという詩ですよね。まあそのイエーツとダンテと大江健三郎の懐かしい年の手紙。僕の大江健三郎体験は、わずかこの2冊です。で、この頃に、ちょうどですね、懐かしい年への手紙が発売された直後ぐらいにですね、まあ、別の動画で、唯一大江健三郎の動画を上げたのも、まあ、この本についてだったんですけど、まあ、ほとんど同じようなことを喋るんですが、NHK でね、大江健三郎特番をやっていて、ノーベル賞を取る前だった。たか後だったかちょっともう記憶もないんですけど、まあその中でね、なんていうんですかね、この懐かしい年への手紙のリアル版みたいな、実際に光さんがね、雪の中車で降りてトイレ行ったりして、これなんか確か小説の中にもあるんですけどね、で、モーツァルト聴くシーンとかあったりして、で光さんが生まれる時にね、こうこのまま産むと脳に損傷が起こるから必ず脳障害者になってしまいますと、で産まなければまあまあ当然死産ということで、どちらを障害を持って、誕生させるかこのまま死産にするか選んでくださいっていうね、まあそういうことを言われたっていう、まあそれをテレビでやっていて、まあそういう個人的な体験を重ねてこういう小説になっていくんだなっていうのがね、思ったんですよ。で、大江健三郎をなぜ読まなかったかっていうと、まあ僕らの世代はね、高校の時から大江健三郎っていうのはもう作家だったんですね、立派な。だから僕の物心ついて僕の人生には常に大江健三郎という作家はいたわけですね。でそしてノーベル賞まで受賞した大作家、同時代の大作家なんだけど、でもなんかね、やっぱり彼のその、左翼的な日米安保を反対する、まあ、安保闘争世代みたいな、この闘争世代ってわけでもないんですかね、随分年は上なのかな、まあそのそういう政治的信条があまりにもこの戦後日本のねナイーブな感
格のまんまみたいなところがあって、とても違和感を感じてね、いたんですよ。で、なかなか読まなかったんですけど、でもこの小説を読んでね、この人間大江健三郎というものの近世に触れた感じがしてね、以来ファンで、で、ファンといってもそんなに読んでないんですけど、一度その NHK でね、最後の大作の何でしたっけ、救世主が何とかするまで、燃える緑の木々の何とか、ちょっと覚えてないですけどね、すいません。まあ、その最後の三部作がありましたよね。それの三部作の最後の小説の最後のシーンを原稿用紙で書いて、で、こう原稿用紙貼り付けて、遂行して貼り付けて終わったっていうシーンがね、あったんですよ。で、まあ、素晴らしい作家だな、創作をしてるな、みたいな感じでね、痛く感激したんですけど、だからそれを読み始めた時にね、なんか仕事が忙しくなってですね、その最後の三部作読まずじまい、やがて読もうとか思いながら他に読んだり、仕事が忙しかったりで読まなかったんですけど、なので、まあそういうこと、それがまあ読書家としての僕のね、大江健三郎との関わりなんですけど、ただね、たったそれだけしか読んでないのに、亡くなったからといってわざわざ言うなと思われるかもしれませんけど、ただ僕はこの懐かしい年への手紙と、まあ、万円関連のフットボールは、まあ、そこまでは、僕にとってはね、そこまではなかったんですけど、まあ、この二つはね、僕は若い頃に、日経新聞のね、新聞の下の方に、新しい本との宣伝とか昔よくあって、そこで目についた本って結構読んでたんですけど、この二つはそこに載ってたんですね。で、特に、この懐かしい年への手紙は2回熟読しまして、とてもよく知ってるんですよ。この本についてだけ。で、この本についてだけはね、文学したんですね、しっかり。で、この本一冊でも、僕は大江健三郎っていう小説家はね、ずっと残り続けて、この本ってずっと読まれ続けるだろうなと思うんですよ。で、僕にとってはね、もう本当にこのダンテとイエーツが響き合う、四国の山奥でダンテとイエーツが響き合う、そういうね、もう名作中の名作、世界文学の中に出しても、モーパッサンよりきっと上だろうなとかね、バリビュスとかね、ゴーチェとかね、上でしょうね、モーリアックより上なんじゃないですかね、ノーベル賞取るって当たり前だと思うんですけど、で、他のは読んでないんでね、まあだから僕は大江健三郎研究家でもないし、大江健三郎愛好家でもないんだけど、でもこの小説だけは、群を抜いて好きな小説で、僕が大好きな小説の中のベスト30には間違いなく入る。まあその戦争と平和、罪と罰、カラマゾフの兄弟、ベラミーとかね、ボバリー夫人とか、いとこベッドとか、ゴリおじいさんとか、まあそういうそうそうたる世界の名作文学の全部を並べて、ベスト30に入るということなんで、相当僕の中ではね、評価が高い大好きな本なんです。なのでまあこれは大江健三郎論でも何でもなく、個人的にね、まあここまで好きな小説を書いた大江健三郎ということです。そうそう、これが言いたかったんです。懐かしい年への手紙を書いた作家としての大江健三郎が僕は好きなんですね。そしてそれは僕の中ではさっきから言ってるように、ギー兄さんが読んでた山川平三郎役の新曲とかね、我が父祖が華僑と呼びし谷間よりっていうこのイエーツのね、詩とこう共鳴し合うね、こういう世界なんですよ。でちなみにこの大江健三郎の文体の話ってよく出るんですけど、まあ、例えばこういう文章があるんですね。そして僕はそれにもギー兄さんの別の手紙が直接ヒントをなしていたが、祖母から繰り返し聞かされた森の中の谷間と在の人々の神話のような昔語りを懐かしく思い出していた。後にギー兄さんに習いプラトンを読んで思ったことだが、森の中の昔語りの相対への早期の感情の中にいるようだったのだ。早期についてはアムネーシスってギリシャ語ですかね、アムネーシスの感情って書いてます。さらにそれはギーニーさんが森の中のドリームタイム、夢の時、あるいは森の中のジ・エターナルドリームタイム、永遠の夢の時と呼んでいたところへ体ごと入り込んでいくという思いでもあった。現実にメキシコシティで暮らしながら、一方では四国の森の中のドリームタイム
あるいは The Eternal Dream Time を経験しているようでもある。それが僕の期待な両義性アンビギュイティの内実であったのだ。インスルヘンテス大通りの何やら古風なざわめきが、こちらは今日風な車のクラクションともども開花よいしょ、開花のガレージから聞こえてくる殺風景のアパートで僕は開けることがなかったみたいなね。こういう文体だから、普通にさーっと読んでてもいちいち引っかかるでしょうね。この大江健三郎の文体の流れに乗らなければ読めないでしょう。だからこういうのはね、普通の人が普通に読んでも読めないんですよ。普通の人が普通に読んで読めないものは難しく書いててダメだみたいなことを言う人がいるけど、でもね、それを言えば、セザンヌの絵を普通の人が普通に見てわかるかって言ったらわからないし、まあ、ましてピカソの絵とかね、マーラーの音楽は普通の人が普通に聞いてわかるかって言ったらわからないですね。近代現代の芸術というのは能動的に読んだり見たり聞いたりしない限りは理解できないわけです。で、しかしマーラーにしろセザンヌにしろ理解した途端に、そこから受ける感動は普通の人が普通に聞いてわかる程度のものよりもはるかに深く、意味、その要は近代現代は意味を訴えるんでね、意味を訴えないバッハやモーツァルトの時代は普通の人が普通に聞いても分かるし、分かる人が聞けばもっとよく分かるっていう、そういう芸術だったんだけど、近代現代は意味を訴えるから普通の人が普通に読んだら全く分からない、しかし分かった瞬間とてもよく分かるというね、そういう現象がありますね。はい。で、この随所に散りばめられたこの山川平三郎役のダンテで、ちなみにね、山川平三郎ってネットでググったら、マーラーそっくりの顔をしたね、芸術家のような日本人の、マーラーのようなメガネにこうなんかね、こう高いカラーのシャツを着た、音楽家のような山川平三郎の写真が載っててね、なんかその昔の昭和か大正ぐらいなんですかね、もう著作権も切れてますけどね、いい感じの雰囲気の人でしたね。大江健三郎もそんな感じですよね。まあ、とにかくこの懐かしい年への手紙のギーニーさん、ね、いつも帰ってダンテを読むというね、素晴らしいとしか言ってないですけど、この世界に身を置くという体験は、まあ、ちょっとね、特別な文学体験です、僕にとっては。なので、大江文学の全貌を語る資格は全くないんですけど、個人的に大江健三郎の書いたこの四国の山の中の小説世界というのはね、よいしょ、とても私が愛した文学空間だったということで、まあ、大江健三郎の父をね、きっかけにちょっと一言言ってみたかった。ちなみに私が最初にね、ああ、この作家が死んだんだなと思った経験は中学2年の時でですね、まあこうやってね、昭和51年、武者小路実篤氏が死去っていうね、昭和51年、1976年4月9日の金曜日にね、どこの新聞か忘れましたけど、もうすっかり黄ばみましたけどね、写真ではなくこうやって物にすると、武者小路実篤の死というものがこの物になるというね、これは単に情報ではなくて、情報がこの新聞紙というものによって一つのこうメタファーになっているような感じがあります。だからもし大江健、まあ、僕はこの頃中学生だったけど、ほぼ武者小路実篤の有名どころの小説は全部読んでたんですよ。だから大江健三郎がね、亡くなったというのは今はネットでしか見ないんだけれども、紙ベースでね、何か買って保存しておくとですね、特に若い人はね、こうやって何十年後にですね、1976年ってことは 何年前なんですかね、47年の時を経て、蘇るんで、この自分の人生にね、道連れにしたいような作家は
ぜひね、ネット空間の情報としてだけではなくて、ものとしてね、やはりものというものは特別なものだなというのがね、この新聞記事を読んでいただくと、この新聞記事を読むんじゃなくて、この新聞記事というものを見ていただくとね、お分かりいただけるかもしれないなと思って、まあ、とにかくそういう意味で、この文庫本、懐かしいとしての手紙という、この文庫本は僕にとってはね、実はまあ、こう、昔娘が1ヶ月入院したときに、病院で読んだっていうのが、蔓延元年のフットボールで、僕が読んだ後、妻も読んだっていうようなことで、この本自体のものとしての思い出があるし、その後、これも読んで、まあ、なんかいろんな人生の思い出とともにね、この2冊があるということで、ご冥福をお祈りしたいと思います。ありがとうございました。